はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、佐藤智弘くん行方不明事件です。この事件はテレビで特集が組まれたこともあり、東京を中心に目撃情報が多く報告されていますが、現在も手がかりはなく発見には至っていません。失踪当日マイナス15度の中、智弘くんはどこへ行ってしまったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2012年1月15日午後9時30分頃、北海道旭川市に住んでいた中学1年生の佐藤智弘くん、当時13歳が家を飛び出した後、行方がわからなくなった。失踪の前日、智弘くんは2歳年上の姉とテレビのチャンネル争いで喧嘩になり、腹を立てた智弘くんは家の壁に穴を開け、自分の小遣いで買った大切なゲーム機を壊すほど激怒していたという。失踪当日、仕事から帰宅した母親が壊れているゲーム機を発見し、智弘くんに問いただしたところ、口論になり、怒りで興奮した智弘くんはそのまま家を飛び出していった。この日の外の気温はマイナス15度とかなり寒かったが、智弘くんは薄手のダウンジャケット1枚という服装だった。翌日の1月16日、母親は警察に相談し、捜索願いを出した。警察は智弘くんが携帯電話も持たず、所持金が少なかったことから、事件や事故に巻き込まれた可能性も視野に入れ捜索したが、智弘くんを発見することはできなかった。その後、東京を中心に目撃情報も寄せられているが、8年経った現在も智弘くんの行方はわからないままとなっている。事件の経緯。智弘くんが失踪した前日の1月14日午後9時30分頃、智弘くんは2歳年上の姉とテレビのチャンネルを争って兄弟喧嘩をしている。姉はドラマを見たかったが、智弘くんは映画を見たかったらしく、お互い譲り合うことはなく、チャンネル争いはこじれ、最後にはテレビを消したという。この時智弘くんは激怒し、家の壁に大きな穴を開け、小遣いを貯めて購入したゲーム機を壊している。ゲームが好きだった智弘くんが大切なゲーム機を壊すなど初めてのことだったという。失踪当日1月15日仕事から帰った母親は散らかった部屋を見て、智弘くんに片付けるよう注意した。しぶしぶ部屋を片付けていた智弘くんがゴミ袋に大切にしていたゲーム機を入れようとしたため、母親が問いただすと、壊れたから捨てるんだと智弘くんはあっさり答えたという。この時母親は前日に兄弟喧嘩をしていたことを知り、智弘くんがゲーム機を壊したことを叱ったが、智弘くんは聞く耳を持たず激怒し、俺の金で買ったものをどうしようと勝手だろうと苛立ちが収まらない様子で自分の部屋に引っ込んだという。母親はどんなに頭に来たとしても大切なゲーム機を壊すなんてと心配したが、思春期の男の子ということもあり、そっとしておいた方がいいのか悩んでいた。その後食事になっても智弘くんは部屋から出てこず、部屋からは何かを蹴ったり叩いたりするような音が聞こえていたという。午後9時30分頃、智弘くんは無言で部屋から出てくると、そこにあった薄手のダウンジャケットを羽織り家を飛び出していった。母親は頭でも冷やしてしばらくしたら戻ってくるだろうと思い、引き止めることはしなかった。しかし気がつけば1時間が経ち、心配になり外に出て家の周りを探したが、智弘くんの姿はなかった。この夜の旭川の気温はマイナス15度で、じっとしていることなどできない寒さだったという。家を出た智弘くんは荷物を持っておらず、携帯電話も部屋に置きっぱなしで、財布は持って出たものの、所持金は1000円ほどで、バスの300円券が3枚から4枚しか入っていなかった。午後11時頃、心配になった母親は車で家を出た。当時この辺りで夜間営業している店はコンビニが2軒とファストフード店が1軒あったが、智弘くんの姿はどこにもなかった。その後も母親は3時間以上探したが見つからず、翌日の朝警察署に相談し、同日夕方捜索願いを出した。智弘くんが失踪した1月15日は3学期の始業式を2日後に控えた冬休みの夜のことだった。智弘くんの特徴。智弘くんは1998年9月17日北海道旭川市で生まれ、失踪当時は13歳だった。
当時の身長は165センチ、体重は50キロで、失踪時の服装はグレーのズボンに黒のダウンジャケット、白いスニーカーを履いていた。生まれつき眉間に茶色いあざがあり、風邪をひいていると間違えられるほどのハスキーボイスだったという。ともひろくんが2歳の時、両親が離婚したため、それ以来2つ年上の姉と母親の3人暮らしだった。母親は夫と離婚後、介護職の資格を取り、女手一つで2人の子供を育てていた。ともひろくんは小さい頃から活発な子で、運動神経も良く、小学校3年生の時からサッカークラブに所属し、ゴールキーパーとしてほぼ毎日練習に明け暮れていたという。性格は明るく、いつもクラスの中心にいる人気者で、勉強もできたため成績は常に上位だった。またともひろくんは母親に楽をさせたいと医者になることを目指し、市内で難関と言われる北海道教育大学附属旭川中学を受験し合格。入学後は大勢の友達ができ、大きな悩み事もなく通学していたという。目撃情報。実はともひろくんらしい人物を見たという情報はかなり多く寄せられている。報道やテレビ番組などによる公開捜査によって、北海道以外の地域で目撃したという情報があり、中でも東京での目撃が多く寄せられている。その中には新宿歌舞伎町付近でホストとして働いているのを見たという情報が複数寄せられ、ともひろくんに似たホストを指名したことがあり、13歳の時に家を出た話を聞いたという情報や、北海道出身で眉毛の間にあざがあったという情報など、信憑性の高いものもあった。仮にともひろくん本人だとすれば、身分証などが必要のない夜の世界で仕事をしながら生活しているとも考えられるが、所持金1000円ちょっとの少年がどのようにして遠く離れた東京に行けたのかは謎とされている。また2015年12月30日、ともひろくんの叔母のブログに目撃情報が寄せられている。その内容は池袋のデパートでともひろくんを見たというもので、顔は全く変わっておらず、他人でもはっきりわかるくらい写真と同じ顔だった。眉間には報道されていた同じあざがあり、背は180センチほどで顔は幼く感じたという。あまりにもそっくりな顔立ちであることと、何よりも一番の特徴である眉間のあざが一致していることから、本人だと確信したという。しかしこれらの情報をもとに聞き込みや捜索をするものの、決定的な情報にはつながっておらず、現在も発見までには至っていない。家族の願い。毎年9月17日ともひろくんの誕生日に、母親は上京し、新宿で情報提供を呼びかけ、忽然と姿を消した愛する息子を今も探し続けている。当時贅沢な暮らしはできなかったが、子供たちが大好きなディズニーランドへ3人で出かけることが楽しみだったという。テレビで特集が組まれ、数々の目撃情報が寄せられていた頃、母親の携帯に何度も非通知で無言電話があった。テレビを見た人によるいたずら電話とも考えられるが、母親はこれが息子のともひろくんからの電話だと信じているという。そんな中、2016年8月15日、母親の携帯に公衆電話からショートメールが届いた。そのメールには、助けて、ともひろと書かれていたため、すぐに警察に相談したが、手がかりをつかむことはできなかった。さらに、2019年8月14日にも、同様の内容でショートメールが送られてきたため、警察は捜査したが、このメールがともひろくんのものだという確証もなく、やはり手がかりをつかめなかった。これらのメールに関してはテレビで特集されていた時期と重なることから、いたずらの可能性が高いとの見方が強い。ともひろくんの家族は警察の捜索が打ち切られた後も街頭でビラ配りを続け、ともひろくんの帰りを待ち続けている。事件の真相とは。この事件の最大の謎は、失踪時の旭川市での目撃情報が全くないことが挙げられる。当時現場では雪が溶けた頃、近隣河川でヘリコプターによる捜索も行われているが、事故や事件の痕跡は見つかっていない。その他、近隣のバスや電車などの防犯カメラをチェックし、タクシー会社などへの聞き込みも行ったが、
当日の目撃情報は何も出てこなかった。このことから、そう遠くへは行けるはずもないという先入観から初動での捜索する地域を限定してしまったのではないかとの見方もある。また手持ちの所持金や防寒着を着用していないことから、一人で極寒の地を移動できるとは考えにくく、旭川市を出たとすれば誰かと接触して行動している可能性が高い。しかし他県からの長距離トラックやヒッチハイクなどで車に乗っているならば、智弘くんらしき少年を乗せたという情報が全くないことに疑問を感じる。失踪当日の夜の気温はマイナス15度の極寒だったが、同じ団地内の幼なじみへの連絡やどこかの家へ立ち寄った形跡もないという。所持金もなく寒さをしのぐ場所もなかったとすれば、低体温症になり凍死した可能性も考えられるが、遺体は見つかっていない。また智弘くんが何者かに連れ去られ監禁されている可能性も考えられるが、憶測の域を超える情報は出ていない。果たして智弘くんは一体どこに消えてしまったのか、生存しているならば誰が救いの手を差し伸べたのか、この事件の真相とは。この事件で私が注目する点は、智弘くんが家を出た日の目撃情報が全くないという点です。智弘くんが家出をした時間を考えると、人通りや車の往来が多少はあったと思われるため、やはりこの部分に疑問を感じます。これは私の想像ですが、智弘くんは家を出る直前に携帯で誰かと連絡を取っていたのではないでしょうか。そしてその相手というのが智弘くんよりも年上で、車を所有していたとすれば家の前まで迎えに来た可能性も考えられます。もしかしたらその相手は智弘くんの父親だったのかもしれません。智弘くんの父親に関する情報が全くないため分かりませんが、離婚後も何度か会っていたとすれば、智弘くんに手を差し伸べることができる唯一の大人が父親だったと考えることもできます。そしてその時、所持金のなかった智弘くんに父親がお金を渡し、さらに父親の元からも失踪したとすれば、頭のいい智弘くんならどこにでも行けたような気がします。あくまでこれらは可能性の一つですが、東京での目撃が智弘くん本人だとすれば、もしかしたらこのような経緯があったのかもしれません。この事件を振り返ると、やはり事件に巻き込まれた可能性が高いような気がします。まず智弘くんが家を出たきっかけとなったのが母親との口論だとすれば、当然計画性はなく感情に任せて衝動的に出て行ったと考えることができます。部屋に携帯を置いて出て行っていることからも、ほんの少しの時間外に行って気分転換をするつもりだったのではないでしょうか。財布だけは持ち出しているため、もしかしたらコンビニに向かったのかもしれません。家出をする思春期の子供は何でも一人でできる、親の助けはいらないという大人に認められたい心理が働くとされますが、実際には早く見つけてほしいという心理でいることが多いとされています。智弘くんは非常に頭が良かったため、親に対する反抗心があっても結局は親の監視下で生活しなければならないことは理解していた可能性が高く、しかも母親を楽にさせたいという思いから医者になることを目指すほど家族思いの一面があることを考えると、自分の意思で帰らない選択をした可能性は極めて低いような気がします。女で一つで育ててくれた母親に対する思いや長男としての責任感を失っていないとすれば、生存している限り自ら連絡を取ろうとするのではないでしょうか。そして失踪当日の目撃情報が全くないことから想像すると、かなり家から近い距離で何らかの事件に巻き込まれたと考えることもできます。当日の夜の気温はマイナス15度とかなり寒かったため、暖を取る目的で簡単に家の中や車の中に連れ込まれた可能性もあります。この事件で警察はおそらく家出人として捜索していたと思うのですが、もしかしたら智弘くんの家から半径500メートル圏内ほどの団地や住宅をくまなく捜査していれば、怪しい人物が浮上したのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。では今回の考察は以上となります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご覧いただきありがとうございます。では次の考察で